どうも、俺だ、MKR です。前回は左耳からしか俺の声が聞こえなかったみたいで、ごめん。前回同様、ちょっとリアルな事情でね、今回もプロコントローラー実家かっこリビング隣に親いる状況でやらせていただいているんですけど、まあ、この悲惨なね、なんかささやきボイスみたいなのを聞いてもらえば分かる通り、さっきまで大きい声出してやってたら怒られた。近所迷惑、ゴールデンタイム近所迷惑、懐かしい響き。だから俺としてはいち早く受け身取ってんじゃねえブス。だからいち早く動画を撮り終えなければ。俺が動画、まあ、前回もスマブラの動画撮ろうとしてたらちょっと遅れちゃったと言いますか、家の回線が悪すぎてアップロードに手間取って、動画がまずいった。だって今回はルフレをね使ってやっていこうと思うんですけど、もうすぐスマブラのアップで楽しみですね。でこのルフレ VS プリンっていうカードなんですけど、超不利。なぜかというと一生復帰阻止、無限の復帰阻止。こっちのエアロガのあれが切れてしまう前にサメテオから上に持っていきたかったが、残念ながら持っていけない。いつもよりもすごいマイクが近いところでやってるからキモいかもね。まあでもいつもキモいからプラマイゼロ、むしろ前プレキモいが前になったらそれあれじゃね、アドと言わざるを得ないんだが、これ運ばれていかないように。剣判定はねなんとか勝てるんですけど、さ本が助けてくれて、復帰は基本的に上から行くようにしましょうか。今こっちエアロガの本が消えてしまっているので、一回ちょっとライディンで様子を見つつ、サンダーソードさえ溜まってくれれば空中戦判定の強さでやっていきましょう。さあメラゾーマの刃を立てて、こっちライジン剣溜まりました、ギガソード当てていきたいが、いやプリンのねパーセントそのぐらい溜まっていれば何かスマッシュでも当てちゃったらいけるんじゃないですか。こんな気持ち悪い、今日はしかもよりによってあれなんです、あれも帰ってきてるんですよね。なんでもうね、俺なんだ、家族、父さんと母さんの前ではもう全てをさらけ出してるんですけども、姉の前ではまだなんかシャイな弟になってしまうと言いますか、わかります？なんかリア友とかそういうあれよりもやっぱ家族の前が一番恥ずかしいです。まあでもそんな俺もおじいちゃんとかね、おばあちゃんにちゃんと YouTube で MKR って検索したらこういう動画が出てくるんだよって言って、で一番最初に出てきた、いや俺もね別に自分からそういうの見せてるわけじゃないですよ。自分からそういうね、俺だってさすがにおじいちゃんとかおばあちゃんとかやらせたくないって言うけど、見たがるんだよ。これがまたお前がどういう画像してるのか見せてくれて、で、まあ、こいや断るのもなんか嫌だから、じゃあ これ見てって言って、で MKR って検索して一番最初に出てきたの、最近のパックマンがエロすぎるみたいな、しょうもねスマブラの金玉みたいな動画出てきてさ、もうなんかまあ分からんか、うん、俺のおじいちゃんたちもみんな80、もう90近いんで分からんでしょう。 R18 の意味も分からんでしょう。ということで、まあ、なかなか雑談に花を探していたらまずい状況になっているんですけど、マジでもうちょっと考えてプレイしなきゃいけないキャラなんだけど、ルフレって考えれるだけの余裕がない俺に。だから合流して下スマッシュ、相手のガードにね合わせてしまえば、ちょっとホールしたらガードクラッシュを狙うんで復帰が積んで、やだやだこんだけ喋ったんだから採用して、こんだけ喋って負けはやだやだやだ負けだ、一戦目は勝つって決めてる、よっと死ねよお前死ねよ、そのなんか負ける気がしてきた、あやばい、これプライド不利だ、これが俗に言うプライド不利ってやつ。あでもその前ガード始まったな、ガード俺完璧、うるさいところ。はい、思い玉さん対戦よろしくお願いします。まあ、実家に帰ってきて一番すげえなと思ったのは、今まで4年間このリビングの真隣という状況、隣から家族の笑い声、テレビの声とかがバンバン入ってきてる状況で普通に活動できていた俺すげえなって感じなんですけど、まあ、うるさいってガチ切れされるわけじゃないんですよ。なんかそのトイレとか行くときに家族はねこっち見てさすがにって言うんですよ。その4文字が辛いんだ。さすがにちょっといい年なんだからその常識をねみたいな感じの目で見られてしまうのが辛いんで、でもって相手クッパ重量級に対してはもうちょっとエルサンダーを連打していくスタイルでいきたいが、その二重の火柱を立てていって、さっきのねプリンみたいにこっちが炎を地上で当ててしまえば上スマッシュまで確定つなげていけるので、さあガードしてサンダーソードがいいタイミングで切れてしまって、サンダーソードが封じられてる時のエールファイヤーを当てた後何するかちょっと迷うんですよね。クッパの横尾苦手なんだよな俺。さあ一旦これ全部貯めてから
結構前のアップデートでこの横火の射程伸びましたもんね。なので意外と遠くからでも崖に、とりあえず相手を外に出したらもうね崖にね、ハイヤー火柱立ててくれるんですよ。宴会火柱。俺エースのモノマネするとピッコロになっちゃうんだけど、わかる人いますこれ。まあでもエースとピッコロの声優同じだから、まあ、関係ないんですけど、さあ二重で火柱、俺二重で火柱立てたぞ。ごはーん二重で火柱。俺なんか今まで一切それとかやり方わかんないけど、意外と狙ってみようと思えばできるもんですね。これね、二重で火柱相手に当たった状態でサンダーソード当たってしまえば一気に 50% くらい稼げるので、サンダーの壁がつく本でジャンプ阻止をしながら全て、やばい、ファイヤーも剣もソードも全部効いた滑り横挙をかまして、滑り横挙をかましてくるやつはシースティック強攻撃にしてるモサなんで、これ回避使っちゃったけどしっかり冷静にジャンプを残しているから、まだ戻ってこれるえ今の上スマッシュ、最近崖際で上スマッシュするのちょっとマリオとか以外にも流行ってるんですかね。あんな冷静に見た上スマッシュある？クッパの上スマッシュは上方向に試合がヒートアップするにつれてボリュームが上がってきてる。俺の声のクッパの上スマッシュはですね、上方向に無敵判定があるので気をつけなければいけない。さあ伝説の炎から上スマッシュ手で入れてきまして、あれだな、サンダーソードが切れてるときは炎からあれ、あのメサイヤだな、それキンダンボーイズなんだ、リザイヤそうリザイヤを入れていけばいいんじゃないでしょうか。後ろからね入っていったらあれ火力上がるんで、回復量と合わさって 30% ぐらいの差をつけてくれる。さあ気づけばパーセントをリードしてて、つかみ後ろ投げ、ルフレのカラー、この赤金髪ネロちゃんカラーが一番好きなんですよ。フェイトのネロに似てません？相手のズータイがデカゴで、さっからクーダギガサンダーが入っていく。さあメテオ入っていってまだ死にません。こんだけパーセントが溜まっていれば、あのそこファイヤージョーク、ギガサンダー置いておくだけ冷静、あまりにも冷静だからさあそこに刺しましょう。はい、南国シマウマさん対戦よろしくお願いします。今回の実況コンセプトなんですけど、まあ、静かに鬼目、さっきみたいにどうしてもね喋ってる最中にどんどんヒートアップしてテンション上がっちゃうんですよ。なんでそうなってる時になんとか自制心でキモさのゴリ押しでそれをごまかしていくスタイル、普段だったらめっちゃここ声出して面白くできたのにみたいな部分をなんかダダダダダダって誰もそんなこと望んでないかもしれないけど、俺だって好きでこうしているわけではないんだと、好きでキモいわけじゃないのにっていうことだけは分かってほしい。さキングクルール VS ルフレ積んでます。俗に言う積みカードってやつ、まあ、積んでるのはこのデブバニの方なんですが、キングクルールは全80体ぐらいのキャラの中で基本的に70体ぐらいは積みカード、ルフレ、あの他のファイヤーエンブレムキャラはいけるんですけどね、ウェビーに対してクエネ押し当てれるから、こいつも外出されたらクエネでね、あの一生エルウィンドが消費されるから若干そこだけは気がかりなんだが、静かに面白くてきつくね、不可能じゃないそれ、俺から騒がしさ失われたら何も残らん。 MK レオの絞りかすしか、まあ、MK レオの絞りかすだったら上等、全然上等、 MK レオの絞りかす名乗ることすらおこがましいからな傲慢の罪。さあ一旦ここは、あーちょ暴走、死ぬのそれ。暴走列車といえばもうすぐ無限列車、鬼滅の刃、家族で鬼滅の刃見たわてか俺鬼滅の刃テレビでやったから見たわ、見て、でもなんかあのぶっちゃけアニメでやってるとかあんま面白くねえんだよな、すごいね。あなんか職場の人たちもみんな鬼滅の刃だって言って、親世代にも鬼滅の刃は流行ってるそうで、俺もね猛プッシュしたかったんですけど、とりあえず鱗滝がラスボスってことだけ伝えてたわ。そうだ、そこに連れてたらエルビンドメテオやりたいのに、さつかみが下スマでよくない、あのワンチャン噛み合い下スマだけやめてくれ。後ろ投げのベクトルが怖いそのまま砲弾に当てるのとか勘弁してくれよ、上乗ってしまったが怖い空後の壁が熱くなってきて、さあ一旦こうスーパーアーマー、お前この2段階肉団子まで耐えられたらどうしようもないんだが、飛びすぎ、空後飛びすぎんご、一旦こう俺積みカードとか言っときながら全然いい勝負してるんだが、これ31も入る、ギガサンダー入りすぎ、さあ 64% やはり所詮キングクルールはキングクルールなのか、崖奪いできず、崖奪いできたらもう崖奪い空母でいけそうなパーセント、さあ空中ニュートル任していきの火柱避けれないかなこれ絶対バーお後ろ投げいいビクトルで飛ぶね、一旦もう下投げとか挟まれるよりもああいうのが一番きついんですよね。さあこのままエルウィンド一発目、ダメだな、メテオ判定もうちょっと近寄らんといかんけど、プロペラに当たっちゃって、うまくことメテオ判定のエルウィンド当てれねえただのエルウィンド無駄遣いになってしまう。さあワンチャン負け、あれ流れてこいんですけど、あー危ないこいつ、しゃあくそ、これメテハンテないのか、今メテハンテだったらお前どう考えても二度あることは、これメテハンテ、メテハンテバカデブ、はーい、ビッグボスさん
大さんよろしくお願いします。またキングクルールキチアピッチャットキチア積み切っておいチャージ切り札ありなんですけどすいません、スローモーション芸でごまかしました。今のみんなちょっと音声バグって、俺スローモーションの真似得意なんだよね。俺一番スローモーションに似てるって、芸能人に誰に似てるかって言われたらスローモーションに似てるって言われてるんですけど、これ2ストックじゃん。ことはもう相手に切り札が溜まる前にさっきみたいな相手が外に出てしまったら一生エルヴィンドをやるだけどころか哀れなるキングクルール参加、キングクルールさんじゃねえんだよ。さあこのままなんでつかみからのコンボは一応つかみ投げしたからこのようにちょっとサンダーソードないんで軽く微妙なんですけど、意外となんか上投げもいいとか聞きますけど、まあ基本的には下投げ主体でもう一回サンダーサンダー当てていって、お前がカウンターをしてくるのは全て読み通り、あ、やばい、チャーキリが溜まってしまったんで一旦ここでお前が外側に出てしまったら、あ、くそそこで早田出勤してくるとは思わなかった。ちょっと崖に向かってしてくださいよ。本とかを投げて切るとかしてみたいですね。その憧れちゃう年頃で、これもうちょっと時間を稼いでいけば、お前今のメテオ判定ならないか、もう殺してくださいって。ダッシュステップスマッシュを出したつもりがあれになっちゃった、ただの DA になってしまったが、さあ本キルができなかった。さっきのメテオになんねえのかよ。キングクルールあまりにもあまりにも哀れなんだけど、170貯めていって何を当ててもう死んでしまうんだが、このまま危ない。お前は空母で飛ばしていく。オッケー。はい、いかにさん対戦よろしくお願いします。シモンってなんか美容脱毛とか通ってるんですかね。異様にお脇の方がお綺麗で、おいらだたちといった感じの小戦場か。今日俺にしてはガチ戦闘ばっかりじゃね、アイテムなしの。てかアイテムありにしてんのにチャーキリだけありのルールに当たってしまう、かつ2ストックだからチャーキリがたまる前に終わってしまって、普通のサイマンと変わらん。この崖を軽水でね固めてくるタイプのシモンとだけは友達になっちゃいけませんよと親に固く約束をちぎっているので、逆に俺がギガファイヤーでこっちの方が残虐非道な行為してる気がするけど、お前の哀れな復帰力じゃ俺のエルサンダーとギガファイヤー両方は突破できない。さあサンダーソードで、あ、ミスった、クーダでそのままジャンプ潰れてるお前を潰してやろうかと思ったけど、そもそも届かないでしたよの巻き。今のワイヤー復帰とかだったらワンチャン届きそうでしたけど、さあ最近もう終点よりも小戦場とか戦場の方が好きなんだよな。ただ小戦場だと背景が変わらないせいで動画映えしないから終点か戦場を選ばざるを得ないっていう、戦場選択してても終点当たりますもんね。さあ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 、ここからチャージキルダー溜まってきて縦方向に広いんで警戒しつつ、これ飛ぶんだよなこういったらの必殺技異様に。なのでもうこのパーセントで当たってしまったら一発でおじゃんでしょう。台があれば逃げ切れるか、ちょっと下から復帰ワンチャン時間稼げそう。これはもうあれですね、横スマッシュそこで打ってくるのは予想外だが、チャージキルダーさえ切れてしまえばここでお前自身がメテオになってゆく。はい、西さん対戦よろしくお願いします。やっとアイテム戦当たったわよかった。東海民誰もアイテム戦やってないんじゃないかって不安になっていたんですけど、一応地域マッチングですよねスマブラって、近くの人とラグを減らすために優先的マッチングになってると思ったが、でルフレは足がね異様に遅いんでワーストにガオガエンに次いで遅いキャラクターなので、アイテムを拾うのは大変なんだが、ガードしたらニワトリが襲うぜ。空中機動力はあるんですけどね、クーダとか使いやすくて気持ち悪い軌道を描くんですが、残念ながらもうちょっと足速くてもいい見た目してますよね。ルキナみたいにシャカシャカシャカって動いても、コンセプトが軍師だから遅くなっているのか。諸葛亮とか 50m 走5秒2とか聞いたんですけど、それクラゲに絡まれてる状態でハンマーなんて取った日にはお前はおいレバガチャが足りねえよ。本気でレバガチャないと空中で捨てれませんからね。この本を持って 10% ダメージ、なんか本から崖捕まってつながる 50% コンボみたいなのがあるって聞いたんですけど、どうやっていいのか分からず、ファイヤーが出せない、崖固められないように気をつけましょう。パックンフラワー崖固めガチ強いから、一旦ちょっとこれどうしようか、せっかく相手周りに当たったんだからなんとか動画にできる活躍をしたい。下火かましてきて、結構パックンフラワー使いって下火連発してきますよね。あれ対処法知らない人はあんま割れないか。これサンダーで待って使いたい、即使う、 OK。 これはさすがの反応できない、あんな一瞬で割ってからすぐ使うの、もうちょっと最速で使おうかと思ったけど死なない、死んだ、嘘でしょ、え確定じゃないよな今の、あんな繋がり方する。そしてお前はドラグンオブザフィニッシュ、たまにはいいでしょう。はい、ラストタイクンさん対戦よろしくお願いします。
ちょっとね今日動画時間短めになってしまってると思うんですがまあ今回ばかりは多めに見てくださいよと。今からねこの動画をアップロードするためにまず編集した後 USB にね8ギガぐらいの動画データを移行するのに1時間以上かかりの、そこから満喫行きのアップロードしの、まあちょっとブレイクタイム過ごしのみたいな感じなんで、家の回線無線がね雑魚すぎて、俺の動画はまあスマブラ最近ね画質良くなったと思うんですけど、ちょっとファイルデータが重いから家のクソ雑魚無線でやると14時間とかかかるんですよ。なので一回満喫に行かなければいけない。でもあれですよ、スマブラちゃんと有線でやってますよ。スマブラねスイッチちゃんと有線つなげる機会があるからいいんですけど、俺臨時でノートパソコン持ってきてやってるからデスクトップじゃないんですよ。だからノートパソコンに Wi-Fi を有線でつなぐ機会がない関係上無線でやるしかないと。リベンジシューター最大ダメージで刺さっていきまして、これワンチャンこの画面が狭いうちにもう追いつきるされていくスタイル。俺がされるんかい。これどうしよう、俺がなんかログインの履歴とかさ消さずにさYouTube のアカウントを満喫で開いて、それがそのまま乗っ取られてエロ動画とか俺のチャンネルで上げられたら、乗っ取りとかな、されたことない。乗っ取りってなんでされるんだろうな。 Twitter とかよく有名人乗っ取られてしてますけど、何がきっかけで乗っ取られてしまうのか。育ててパサラン、これパサランにギガファイヤー当てたら一気にその場で最大まで巨大化するとかいうバグが起こったら面白いんですけど、くす玉取られて怖いくす玉はなんか俺の中で爆発するという固定概念があるせいで爆弾が入ってると見た。そんなこともやった。緑コーラ、二重の構え投げた緑コーラにキラーで追いついていくスタイル。ハチとブラックホールは史上最強の高速。ただハチが消えた、なんでブラックホールあると、お前今煽ったと見せかけて高度なプレイング、釣りもしかして今の釣られたので、ね、あんな高速でしゃがまれたら煽りこいかと思って、こっちを油断させての下すましね。まだ耐えていく。意外とルフレは重量がある方なのか、メタリックゴリラ。ここは冷静に見てから上がり、あのドンキーの上ビー謎に飛ぶし、めっちゃ持ってかれるからきついんだな。飛ばされて、それ絶対取る、オッケーオッケー、俺が奪い取っていく。さあメタルが治った瞬間に先ほどのくずぐ何倍にもして返してやるよ。さあメテオメテオバウンドして、通れ受け身負荷のエフェクトが通って盛り上がってきて、変じゃん、この試合も最後の死ぬかいちょっと板振りが過ぎましたかね。俺さっきあのしゃがみ行動が俺にそのキスに触れたせいで、その上に出ていってこのまま取られた。メテオ5回ぐらい決まって、待ってこれ負けたくない、負けられない戦いがここにある。時間的な勘でも、ま、よければ、ほら、よしよしよし、えらい。そして、そこに1コラが噛み合っていかない。さっきのはな、ラスキルにできたらな、綺麗だったのに、またサッカーボール来た。あ、怖い、それ、メテオ効果あるんだよな。ただ、お前が地上にいる限りは大丈夫。すべてにおいて、ワンチャンを持つ男。ルフレ、メテオ食らいやすいほどな。おお、ギガファイヤーが、すげえいい感じに刺さっていって、さあ、ここにこれを置いとけば、お前はギガファイヤーと、このバンパーに挟まれてどうすることもできないとか思ったけど、そんなこともないんですね。横強がもうちょっと横のベクトルに吹っ飛んでくれたら、なんか一瞬十文字爆弾が鬼畜絡みされていたが、結構バンパーにいたぶられていますね。もうお前は俺がギガファイヤーをこれ、あ、本に当てれねえか。いや、こっからブッコーラーに本レーズン